Wow. も一緒だったか。ガーラはどうなった？
まだ暁によって連れ去られたままだ。追っては、どうなっているんです。追跡に向かった勘九郎によると、奴らは川の国に向かったとの情報までは入ったが、入ったか。途中、暁の一人と交戦になり、 勘九郎は奴らの毒にやられてしまった。勘九郎が、それで容体は？解毒方法が分からず、毒の進行を止めることができない。医療班が言うには、 このままでは数日と持たないと。大丈夫です。私が見ます。 直接毒抜きをしたから、もう命に危険はないわ。さすがさくらちゃん。あとは体内に残った毒に対する解毒薬を作らないと。俺に手伝えることがあるなら何でもやるってばよ。そうね。 じゃあ砂隠れの道具屋から薬草をもらってきてくれない？お金は先に渡してるから、あとは薬草をもらうだけでいいからね。了解。 いらっしゃいませ。あのさ、ここで解毒薬に使うための薬草がもらえるって言われたんだけど。解毒薬の薬草ですか？はい、確かに承っています。ただ、なんだってばよ。 実は薬草を取りに風の砂漠へ向かった主人がまだ戻ってきていないのです。ええ、じゃあ今すぐもらえないのかよ。申し訳ありません。主人が戻り次第すぐにお届けしますので。ふん。 このままじゃいつまでかかるかわからねえってばよ。これ俺が直接もらいに行った方がいいな。
Trump! 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 So good! Trump! 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 Top!
聞こえてきたけど、どこだ。早く金目のものを差し出した方があんたの身のためだぜ。金目のものなんて持っていやせん。どうか見逃してくださいまし。そんじゃ仕方ねえな。 力ずくでも調べさせてもらおうか。<笑>おいこら、お前たち何やってんだってばよ。あ、そこの方、助けてくださいもう一匹カモが来やがった。おいガキ、痛い目に遭いたくないなら俺たちに金を渡しな。はあ、んなの全力でお断りだってばよ。 強さだよこいつ。へくそ、ここは大山だ。へっ、てんで話になんねってばよ。ありがとうございました。これで砂隠れに帰ることができやす。ん、砂隠れってもしかしておっちゃんてば道具屋の人だったりすんの。え、なぜ 私のことを知っているんです。やっぱりか。あのさ、実はってことでここまでおっちゃんを探しに来たんだってばよ。なるほど、そうでやしたか。それはわざわざすんませんでした。で、その薬草ってば、ちゃんと手に入ってんの。まさかさっきの奴らに奪われたりとか。 大丈夫でやすよ。奴らの狙いは薬草じゃなく金の方でしたからね。はあ、さあここで話をしている場合じゃねえです。すぐに砂隠れへ帰りましょう。 おう、今帰ったぜ。 帰りが遅いから心配したわよ。いや、実は盗賊に襲われたな。でもこのお方が助けてくれたんだ。どうもありがとうございます。<笑>間に合ってよかったってばよ。ま、今度からは気をつけて。 違う違う、おっちゃん、薬草薬草。おっとっと、
そうでしたね。どうぞ、これが例の薬草でさ。あとはこれをさくらちゃんに届けるだけだな。